皆さんこんにちは。今日は私のそこみえコスメを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、今日紹介するのは動画でも出てきてるのでちょっとね想像つくものもあると思います。まず1個目、こちら MAC のプロロングウェアブラッシュのステイプリティ。はい、色味はこんな感じでマットで薄めのピンクです。綺麗に発色して顔色が明るくなるような色なんですよ。で、今日使ってる色になります。私の肌色でも顔色が明るく見えるのでこれめちゃくちゃ気に入ってます。でもね、なんかホームページ見るとステイプリティがちょっと見当たらなかったのでもしかしたら廃盤になってるかもしれないですね。ちょっとあるかわからない。 MAC ってあんまり底見えすぐしないんですけどこんなに底が見えてるぐらい使ってます。で、これ本当はリピートしたいんですけど見当たらないから今度 MAC 行ったらちょっと聞いてみようかなと思います。で、次はこちらLA ガールのストロビングパウダーの90番ワット。はい、こんな感じです。ちょっとピンクがかってる色味になります。これも今日使ってみました。ここら辺とかに載ってます。これプチプラでメタリックな発色ですっごい気に入って使ってます。これグアムに行った時に買ったので日本ではね買えないと思うんですけど買ってよかったなって思うハイライトですね。こういうなんかメタリックなハイライトって日本だとなかなかね売ってないのですごい気に入ってます。なんか6ドルとか7ドルとかそんな感じだったと思います。めちゃくちゃ安いです。で、結構いろんな種類があるのでまた海外に行く機会があったらちょっと欲しいなと思います。で、次はこちら MAC のスモールアイシャドウのウェッジ。これスモールアイシャドウだけど私は眉毛に使ったりノーズシャドウに使ったりしてます。アイシャドウとしてもねもちろん使うんですけどいろんなところに使えるのでめちゃくちゃ気に入ってます。これも今日使ってるんですよ、眉毛に。私の肌の色にすごく合っていて使いやすいです。マットだからこれだけでアイシャドウっていうのはなかなか使わないんですけど彫りを作ったりとかねするときに使います。で、これだけだとこの眉尻とかは少し薄いかなっていう時があるのでその時はこっちのエスプレッソと一緒に使ってます。これもねマットで使いやすいです。で、このパレットはこの配色で売られているわけではなくてアイシャドウとパレットが別で売られています。スモールアイシャドウ用のパレットなんですけど自分の好きなスモールアイシャドウを買ってはめていくっていう感じのパレットです。これはね表参道限定だと思います。で、次こちらメイベリンのヌードパレット。こことここが底見えしてますね。この色もね眉毛に使ったりしてます。ちょっとさっきのウェッジとは似てるんですけどちょっとこっちの方が濃いかなと思います。これもマットです。で、こっちは結構前にクリームアイシャドウ作ったりとかしてた時に使いました。このパレットはマットとヌーディー系の色とか普段使いしやすいような色が入ってるので使いやすいです。なんかアイブロウに使うとめちゃくちゃ早くなくなりますね、こういうマット系のアイシャドウは。これ一つあれば眉毛もアイシャドウも作れるのですごく便利なパレットかなと思います。で、アイブロウパレットが2つあります。まずこちらキャンメイクのミックスアイブロウの05番。もうなんかもうほとんど入ってないっていう感じなんですけどこの真ん中と薄い方がすっごいなくなりました。こっちもね使ってるんですけどそこまで減ってないかも。で、この真ん中の茶色をアイブロウに使っていてこっちはノーズシャドウとかに使ってます。で、こっちはねなんかボロボロになって使えなくなっちゃったので一気に端っこがなくなりました。でももう本当にあとちょっと。こういうアイブロウパウダーのパレットって本当にアイブロウ以外にもそのノーズシャドウとかに使えるのですごい好きです。で、最後はこちらリセリシェのカラーリングアイブロウパウダーの BR2 番。はい、こちらもアイブロウパレットになります。これは3色ではなく赤も入ってる4色のパレットです。で、大体ここの色をアイブロウに使ってここをノーズシャドウに使ってます。これもやっぱり彫りを作る時に使ったりしますね。赤みが入ったブラウンのパレットなんですけど私の肌にねすごく合うんですよ。ここのノーズシャドウもすごい自然な色だし眉毛のこのカラーも違和感なく使えます。で、ここの色はね私はアイシャドウに使ったりするのでなかなか減りは早くないんですけどすごいね全部綺麗な色です。持ちもいいのですごい気に入っていてちょっとなくなってもリピートしたいなって思うぐらい好きです。はい、こんな感じでした。なんかねアイブロウ系が多い
アイブロウのものをたくさん買わないっていうのはねあると思うんですけど、ノーズシャドウとかアイシャドウとしても使うから底見えが早いのかなって思います。アイシャドウはたくさん持ってるのでまんべんなく使うようにしてるんですよ。なので減ってはいるんだけどそこは見えてなかったですね。でこのハイライトとチークはもうほんと気に入ってるので底見えとかが早かったかなって思います。なくなってしまうのがもったいないぐらいなんですよ。特にこっちはホームページなかったのでちょっとなくなったら心配。まあでもこれはお店に行って聞いてきます。ちょっと似たような色があったらそっちに乗り換えようかなと思います。はい、ということで私が持ってる底見えコスメでした。この間もね断捨離動画で言ったんですけど、なるべく使い切れるように頑張りたいので底見えコスメも増やしていきたいなと思います。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。